ではこれから、オープンガードに対する X パスを紹介します。で、オープンガードの相手に対して X パス入るんですけれど、片足相手の股の間でもう一個の足が相手の体の外側に来るポジションから入っていきます。でこの状態でただの右足が僕の股の間にあるんですけれど、この足外側からズボンをなるべく使います。で右手は相手の腰を押さえるんですけど、こちらは特に胴着とかは、使わずに手のひらを、このようにして相手の腰を外側包み込むような感じでグリップをします。もう上半身の組み手はこれだけですね。で手をそれぞれズボンとか、腰に当てていくときにあまりこうお辞儀をいきなりせずに膝を軽く緩めてスクワットするみたいな感じでこのポジションを作りに行きます。でスクワットしてこのポジションができたら、次は相手の右足をまたいでサイドポジションに回り込んでいく段階に入るんですけれど、スクワットしたところからいきなり頭を、マットに向かって下げて、その動きと連動させて右足を大きく後ろへ振り上げていきます。で真後ろというよりかは少し左側に向かってやるとバランスが取りやすいし、足も高く上がると思います。大きく振り上げた足はそのまま相手の腰の横へついて24ベリーで押さえます。この頭が下がると、まあ、シーソーみたいなイメージで下半身は上がりやすくなるので、初めのスクワットのポジションで足を上げてもあまり上がらないと思います。もともと頭が高いので下半身は低くなりやすいです。この上半身と下半身のポジショニングを逆転させた瞬間に、パスガードを大きくつなげていきます。ここから踏み込んでこのポジションを作ります。でズボンの外側を掴んで、足は自分の足は左側へ高く上げていくんですけど、相手の足は反対方向へちょっとパンチしていくような感じで流していきます。これを真下に引いてしまうと床に足がすぐについて膝が結構高い状態になります。真下ではなくて後ろへ、右斜め後ろへパンチするようにした方が足がたくさん伸びて、簡単にまたぎやすくなると思うので、相手の足と振り上げる自分の足がそれぞれ反対側へ行くようにします。足が真下でもないし、自分の足も真後ろではなくてそれぞれ斜めにパンチと振り上げる動きを合わせてやってみてください。そしたらこのポジションに来てすぐに腰に手を置きます。で外側に手を、引っ掛けるようにすることで、少しでも相手の体が遠くへ逃げないようにします。お腹の真ん中とかだと、腰の外側に手がない分相手の体も外に逃げやすいです。外側に引っ掛けて少しでも向こうに出る動きを遅くしてやってください。スクワットから頭を下げた瞬間に右足は向こうの方です。上がって身を出るようにします。少し向きを変えてみます。でバランスしっかり取るためにはスクワットして足を上げる瞬間に重心を結構左足に乗せるとやりやすくなります。ここからやや左足に上半身を近づけながら頭を下げて、足は今度カメラの方に上げて、しっかり左足一本で自分の体を支えてみてください。まあ、この時間は実際短いですけれど、バランス崩さないように気をつけます。今度こっち向きでやります。オープンガードから外側に全ての指を巻きつけるような感じですね。少し外側の足に体重をかけた瞬間に頭が下がって足は大きく上がります。でここでは、相手が、まあ、打ち込みでそんなに抵抗してこないんですけれど、なるべく高く上げる練習をしっかりとしておいてください。まあ、実際は相手が抵抗してくるので、
その時から、そういう場合にいつもの打ち込みの癖でちょっとしか上げていないと簡単に引っかかってしまったりします。相手がとっさに足を上げたくらいで自分の足が引っかかって止まらないようにするには、もう普段からほぼ 100% ぐらいの力で高く振り上げる癖をつけておくと、相手が慌てて足を引っかけようとした時にも勢いとかパワーで、エスケープすることができるので、相手の足最短距離で避けるというよりかは、いつも一番大きい動きを意識して足を振り上げてすぐに2-4ビビリをされます。これがすごく実践的なポイントになります。以上で X パスの説明を終わります。ありがとうございました。